先月16日に観測された潮位変化の影響で、鳥羽市浦村町では、カキの養殖いかだおよそ500台のロープが切れるなどして定位置から移動し、一部に破損が見られました。今日は三重県中南西地域を拠点とする社会人サッカーチーム、FC 伊勢志摩の選手や監督など26人が浦村町を訪れ、復興作業を手伝いました。選手らは会場で絡まり合ったいかだのロープなどおよそ10トンを再利用や廃棄するため素材ごとに分別し、浦村カキ組合や地元住民などと協力しながら手際よく作業を進めていました。30分ぐらいでね、これだけの部分を進めるっていうのはやっぱりマンパワーが必要なんで、まあ、ちょっとは助けになったのかなと思いますけど、地域の方々の力もあってサッカーもできていると思うので、こういうところで貢献できてすごく嬉しいです。お願いしたもちょっと申し訳ないなって気持ちはあったんですが、まあ、それを超えるぐらいみんなが楽しそうに作業してくれてですね、そしてまたやっぱりもう皆さんすごいフィジカルが強いもんですね、作業もすごく早かったわけなんですよね、まあ、大助かりです。